横浜マリノス対名古屋グランパスエキシビジョンマッチを生中継でお送りいたします。サポーター一人一人の声援が鮮やかな満天の星空に共鳴しています。熱い思いのサポーターに見守られながら横浜マリノス入場してまいりました。ホームの横浜マリノススターティングイレブンはゴールキーパーは川口、ディフェンダーは三原、小村、道木、鈴木、ミッドフィルダーは上野、中村、ゴイコエチェア、カルディビエス、フォワードのサリナス、ジョー。続きましてアウェーの名古屋グランパススターティングイレブンはゴールキーパーは伊藤、ディフェンダーは大岩、トーレス、中谷、石川、ミッドフィルダーの浅野、平野、望月、ウリラ、フォワードの小倉、ストイコビッチ。以上が両チームスターティングイレブンです。さあ間もなくホイッスルです。ホイッスル試合開始です。前半45分始まりました。名古屋グランパスプレッシャーのかかるアウェーゲーム、プロらしい試合を期待しましょう。もう止められません。強引に行った、執念を見せます。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。クリア、ここは回り込んでいます。細かくつないで、ホイッスルがありました。イエローが出されましたか。横浜マリノスフリーキックです。短いボール、そしてクリア、どうにも攻めきれません。スペースを使われた、クリア、攻めきれませんでした。パスをつないでいきます。クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。クリア、守備には定評があります。さあスローインです。おっと、いい形にもシュート、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。速いパス回し、執念を見せます。大きくクリア、ここは回り込んでいます。細かくつなぎます。スルー、おーっとシュート、ゴール、ゴール、素晴らしい、芸術的です。よく動きを見ていました。サポーターも盛り上がってきました。リプレイが出ました。では見てみましょう。ブーン、ジョー、さすがプロです。前に出す、積極的なディフェンス、短いボール中へ送る。前半終了です。横浜マリノス1点リードしたまま前半終了です。
キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。後半どのような展開になるのでしょうか。横浜マリノス守りを固めています。ゆっくりとパスを回します。これはチャンスです。クリア。どうにも攻めきれません。5分経過。でしょうか。速攻速攻速攻。ここからどう持っていくのでしょうか。ドリブル突破。いい形に持ち込んだ。執念を見せます。執念を見せます。大きくクリア。フィニッシュの形まで持っていけない。さあスローインです。には定評があります。速いパス回し。強引にいった。ドリブル突破。狙った。ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。ヘッドで流す。ドリブル。ファーサイド。執念を見せます。強烈な右足。ポストだ。大きくクリア。ここは回り込んでいます。中へ送ってくる。クリア。どうにも攻めきれません。積極的なディフェンス。蹴った。ゴール。ねじ込んだ。よく入りました。狙いすましたシュートでした。横浜マリノス追撃のゴール。リプレイで出ています。サリーナス一瞬の隙見逃してません。残り5分。そろそろ危険な時間帯。細かくつなぎます。今度は長いボール。短いボール。クリア。攻めきれませんでした。時間がない。手元の時計ではもうロスタイムです。執念を見せます。ここで笛です。横浜マリノスなんとか勝利を手にしました。白熱した展開に思わず叫んでしまいました。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。